少女海賊ユーリは身落ちずる作、エイモリアやこ作画の小学生4年生マイナス5、年生向きの長編小説。同心者フォア文庫から全10巻出版された。シリーズ累計は25万部。時間を支配する光の粒子、時光を結晶に閉じ込め、固めることによって作られる青、緑、赤の石。未来世界でユーリと彼女の父が作った。 それらは全て合わされば、どんなものにも使え、永久になくならないエネルギーが得られるはずだった。以下のメンバーの他にも、たくさんの乗組員がいることが、差し絵から伺える。作中のデミル発明品発刊以降には、新しいキャラクターは登場しないので、あらすじのみを記載する。追い詰められた、ノエルの前に現れた伝説の海賊船ユーラスティア号。ノエルが出会ったその船長には、 不思議な力が。ユーリが旅を続けるわけとは愛する人のため、何度ナンパしても西の海へと向かう老人。ユーリたちは、老人と共に恐ろしい嵐の中へ。その先で待っていた偽のユーラスティア号の正体はザーナンがまっすぐに見つめるのは、怪物が住み、人魚が船をナンパさせるという恐ろしい海流の海。そこで、ユーリたちは、ザーナンの過去を知ることに、 光の魔術師は連れ去られる。カラザ山の予言に導かれて、ユーリたちは、ハート諸島へ。そこには、かつてユーリが助けた少年セディがいるはずだったが、200年以上も前の古い公開日誌。そこには、ユーリがゴアと一緒に、未来世界から落ちてきた時のことが書かれていた。驚くノエルの前に幽霊船が、すべてが黄金でできているという伝説の宝島。 果たしてその島は本当にあるのかユーリは時光石を壊す方法を求めてオーガムたちと共に出発するが、金髪の子供が集められているという氷の島の噂を聞き、ノエルは行方不明の弟、ヨハンを思う。その島でユーリたちが出会ったのは謎の老人、グリーンだった。クロマントの男、ボルドがついに城から王を追い出し、動き出した。一方、 ユーリたちの前には怪しい男が。果たしてユーリはボルドより先に赤の時光石を作れるのか。赤と緑の時光石を手に入れたボルドはユーリをおびき寄せるためにノエルを狙う。そこに現れた白いマントの男の正体はユーリは青の時光石を守れるのか。連れ去られたユーリのため、リーデニア海中の仲間たちが集まった。 その時、世界を支配しようとするボルドは、時空を超えた旅の最後に、有利が見たものは、主に物語の革新に迫る用語を記載。1十巻出版されており、図書館版も発売された。人気キャラクター名作ロングセラー。2016年3月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年3月6日閲覧。ありがとうございます。